はい、皆さんこんにちは、サーバーアクセス宮沢です。はい、今日なんですけれども、この映しているですね、アストロさん、まあロジクール系列なんですけれども、アストロさんのですね、A10 っていうヘッドセット、なんか今 Gen2 になってますけれども、こちらちょっと買ったので、レビューというかしていこうかなと思います。もう買ってなんだかんだ数週間ぐらい経ってるんですけど、ちょっとうっかり動画を上げるのを忘れていました。まあ買ってちょっと使ったのでそのレビューになります。で、まあ最初にいつも通り見ていくんですけれども、お値段が8000円ぐらいになっています。ちょっと一瞬 Amazon のページ行きますけど、ちょっとこの動画が公開されてる時にどうなってるかわかんないんですけど、なんか私が買った時からずっと安いんですよね。3700円ぐらいで買えるようになってるんで、あ、まあちょっといいヘッドホン欲しいなって、まあ今日この後マイクのやつもやりますけど、あ、音質はそれなりでいいんだなって思うんだったら、なんか全然手取りやすい。正直4000円ぐらいで買えるんだったら全然いいと思うんで、買ってみるのもいいかなって思ってます。はい、でなんで今日これ買ったかって話なんですけど、まあちょっとロジクール系のヘッドホン使ってみたいなっていう、まあアストロですねのやつを使ってみたいなっていうのと、なんか別で動画上げてるんですけど、そっちでやってるヘッドホンがまあ超軽量ですね。ちょっと今手元にあるんであれなんですけど、このワイヤレスのやつですね、これ435かなのやつもあったんで、まあちょっと他のやつで、まあ私ちょっと有線おじさんなんで、まあ有線でできるもので一旦なんかお手軽なものっていうのでこれを買ってみました。まあちょっと後で重さ出てくると思うんですけど、200g ちょいですかね、 230g ぐらいだったと思います。まあ、こんな感じで色は何色か、私ブラック買ったんですけれども、他にもいろんな色があったりとかします。クリックができないですね、はい、という感じになっています。でこんな感じでですね、まあ、耐久性がすごいいいっていうの、まあ、ちょっと 200g ぐらいじゃないと嫌だなと思ってたんで、なんかいろんなメーカーのやつは買ったんですけど、やっぱ重いと疲れるんで、まあ、200g ちょいはちょっと限界かなと思います。で、まあ、かなり柔軟性もあるし、まあ、快適に使えますよっていうのと、一応マイクが、ブームマイクがまあ、ついていて、そいつがこう、フリックミュートというか、上げるとミュートされるっていうような仕組みになっています。で、まあ、環境にも配慮してますっていうのと、まあ、ちょっとスペックをここで見ておくと、246g ですね。250g ぐらいになっていますと。で、接続方法は USB とかではなくて 3.5mm のジャックになっていますというような形になっています。なので、まあ、基本的には、どの PC とかでも使えるのかなというふうに思っています。はい。でですね、まあ、ちょっとですね、パッケージは、さっき言った通り、本体と 2m のケーブルとスプリッターケーブルっていうのがついています。だから今更画像変わりましたけど、カラフルなので、まあ、自分の好みのものを選べるっていうのは、A10 のいいところかなと思ったりしています。はい、でちょっとだけ手元でお見せしますが、こんな感じですね。このマイクがついている方が左ですね。まあ私こういうの好きなんですけど、ちゃんと LR ってこう内側に書いてあるのがいいですね。でサイドのところはこんな感じで伸縮をするようになっています、両方ともですね。なんでまあかなりいいのかなと、というかまあいいです。さっきお話しした435なんですけど、まあ、ちょっとちっちゃめなんですよね。割とこう若い人向け作られてるのもあるんで、まあ、ワイヤレスってかなり軽量でいいんですけれども、ちょっとちっちゃいな感はあったんで、まあこう大人向けというかちょっと大きい人向けのものを今回は選んでるというような形になっています。はい。で、マイクもこんな感じですね。で、上げ下げできますというような形になっています。はい。で、この専用のケーブルには音量の調整用のものがついていたりとかもするので、まあかなり便利かなというふうに思っています。はい。というところでですね、はい。まあまたちょっとこの画面に戻しますが、ここからですね、まあ実際にこのちょっと装着をしますけど、はい、今装着しましたけど、やっぱ私ぐらいのこうおじさんになるとですね、まあ、最大まで下に下ろしてちょうどいいぐらいかなという感じです。でオーバーイヤーなんで、まあ、かなりこう遮音性は高いのかなっていう印象ではあります。はい、まだ、ちなみにいつも収録してる MV7 で話してるんですけども、このままこのマイクに切り替えたいと思います。一旦ちょっとマイクをこうやってやってやります。はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。私は今アストロの A10 Gen2 のヘッドセットのマイクで話しかけています。どうでしょうか。今指4本ぐらいですかね、離れたところにマイクがあります。ちょっとこう近づけてもこんな感じになっています。いかがでしょうか。今 OBS の画面もちょっと左側のチラチラ見てるんですけれども、マイクはですね G435 と違ってですねステレオになっています。はい、なので音質も多分かなり綺麗に取れてるんじゃないのかなと思っています。で実際にこんな感じで声が聞こえていると思うんですけれども、これどっちかというとゲーミングヘッドセットなので、そういったところで言うと、まあ、私はゲームを何個かやっていますが、かなり周りの足音とかも聞こえる感じだったので、まあ、非常に良いのかなと思いました。マジで良かったです。
はい、こんな感じで聞こえています。はい、いかがでしょうか。またいつもの収録しているものに、あ、ごめんなさい、戻す前にミュートされるのを見ましょう。今私がマイクフリップするとミュートされます。私がちょっとあーっていうのでどこでミュートされるか見てください。あー、ここですね、この上まで、ここの辺までですね、上げるとここでクリック感がするので、ここでミュートされるみたいな形ですね。ちょっと一旦マイクを戻しますね。はい、今はこのヘッドセットじゃないマイクで話しています。ここまで持っていくとクリック感があるところがあるので、ここで持っていくと完全にミュートになるという形になっています。 OBS の方でも今上げてるのでマイクの方の音量が上がったりとかはしてないです。はい、こんな感じですね。まあ、かなり軽量。そうなんですよ、何回も言うんですけど、やっぱヘッドセットね、会議長いですよね。皆さんどうですか、在宅なんだかんだこうハイブリッドワークだと思うんですけど、まあ、その時にやっぱ頭痛くなっちゃったりとかすると思うんですけど、まあ、これであれば少なくとも、まあ、私もこう長時間これつけてコールオブデューティーやってたんですけど、意外とこう疲れることもなくできたんで、まあ、非常に良かったかなと思います。まあ、なんですかね、さっきもお話した通り、まあ、今だったらなぜか Amazon で5000円以下で買えるんで、このぐらいの値段感でこの軽量さで使えるんであれば、まあ、かなりお手頃だし、まあとりあえずなんかこう手に取ってみて使ってみるっていう観点では、この製品は非常にいいんじゃないのかなと私は思ったりしました。まああとさっき言った通り、カラバリがいっぱいあるのがなんかいいですよね。まあ私はこう黒が好きなんであれなんですけど、ポップなカラーが好きな方がいればですね、パープルとかグリーンとか、ここ明るい色とかもいくつかあるので、そういったものから、これ結構綺麗な色かなと思うので、こういったものも選べるのが、まあこの商品のいいところなのかなというふうに思ったりしました。まあでも割引聞いてなくても1万してないですからね、結構安いのかなというふうに思ったりしました。はい、というところで今回はですね、ロジクール系のですね、アストロゲーミングの A10 の Gen 2っていう、まあ、これモデルチェンジしたものなんですけれども、この製品のレビューをしてみました。ぜひ皆さんもですね、なんかこういったヘッドセットいいとかっていうのがあれば、ぜひなんかコメントとかで書いていただけると大変ありがたいかなと思います。あとぜひチャンネル登録と高評価もしていただければと思います。というわけで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。